投げました。カーブは空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。セカンドランナーちらっと見た。第4球を投げました。真ん中空振り三振、完全に振り遅れました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは井口。今日はヒットは1本。インハイへ変化球ボール、投げました。ストレートはボール、カウントは2ボールノーストライク。セカンドランナーちらっと見た。真ん中に決まった、ストライク。ツーボールワンストライク、バッティングカウント。第4球を投げた、空振り、少し迷ったか。振り返って二塁牽制球、セーブ。次は5球目、空振り三振、松永三安がうなります。マリーンズ2者連続三振に打ち取られました。9回の表が終わって4対2、マリーンズこの回の攻撃は0で終わっています。ロサマウンドを降りまして、薮田最終回2点差でマウンドに上がります。ライオンズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは栗山、ボール。第2球投げた、完全に外れた、ボール。カウントは2ボール、投げた、内角高め、ボール。投げた、まっすぐ見送ってストライク。カウントは3ボール1ストライク。5球目になります。投げた、直球空振り、タイミング合いません。第6球を投げました、結局フォアボール。バッターは3番中島。スタンドからはなんとか長打をと期待をかける声援が響いています。打った、サードライナー、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。右のバッターボックスは4番中村、今日はまだヒットがありません。投げました、ストレート見送ってストライク、アウトコース決まってワンボールワンストライク。第3球を投げました、アウトコース高め、外れてボール。第4球を投げました、ぐんぐん伸びていく、入った入った、ホームラン、同点、ツーランホームラン、レッドスタンドに叩き込んだ。ライオンズこれで試合を振り出しに戻しました。今チームメイトが迎えます。先ほどタイムリーを放っている浅村、第1球投げました、スライダーボール、まずはアウトロー。第2球投げた、空振り、投球は3球目、決まった、ストライク。ストレートで押してきます。投げた、147キロ速球、空振り三振、ボール球で仕留めました。アウトロー、ストレートは外れてボール。投げた、ボール、これはわずかに低いか。投げた、低めの球空振り、タイミング合いません。投げた、4球で空振り、これは完全に振り遅れ。さあ投球5球目、ボール。カウントは3ボール2ストライク。投げました、打ちました、ワンバウンドボールを掴んだ、アウト、アウト。9回まで終了しまして4対4、試合は延長戦にもつれ込みます。松永降板、ゴンザレス今日5人目のピッチャーとして登板です。ゲームは延長に入ります。バッターはダイソーで途中出場の田中、今日初めてのバッターボックス。インハイ際どい球、ボール。さあ次の投球、ボール、アウトコース低め、カウントは2ボール。第3球を投げました、真ん中にストライク。第4球は真ん中、決まった、ストライク、平行カウント。さあ5球目、外角高め打った、セカンド左横のゴロ、アウト、アウト。ワンアウト、バッターはダイソーで出場の清田、今日初めてのバッターボックス。ツーシーム空振り、第2球
打った、ワンバウンドボールを取った、アウト、アウト。バッターは6番今井、ここまで1安打。第9投げました、空振り、初球ストレートから入りました。第2球投げました、このボールも空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、アウトコース低め、ボール。次は4球目、外角高め外れてボール、カウンター2ボール2ストライク。5球目になります、投げた、空振り三振、今江スイングアウトの三振。マリーンズ3人で攻撃を終わっています。延長10回の表が終わって4対4、両チーム同点です。これからライオンズの攻撃に入ります。今日ツーベースを打っている米野、アウトロー際どい球、ボール。さあ次の投球、チェンジアップ空振り。第3球を投げた、ストライク、バッター追い込まれました。第4球は外角低め、ボール。5球目になります、投げた、引っ張った、レフト線フェアになった、ボールが転がる、米野一気に二塁へ、バッターランナー二塁でストップ。さあノーアウトでサヨナラのランナー出ました。ノーアウトランナー二塁となりまして、炭谷インドーボール。第2球投げた、外角高め、スライダーは外れてボール。投げました、ストレートはボール、アウトコース高め際どいところ、投げました、ストライク、ここは1球見ます。投げました、ボール、フォアボール。さあここがターニングポイントとなりそうです。熊代左バッターボックスに入りました。チェンジアップはボール、まずは外角高め。第2球投げました、ストライク、今度はストレート、投げました、ワンアウトランナー二塁三塁に変わります。ここでバッターヘルマン、最低でも外野フライが欲しい局面です。ここは満塁策でしょうか。カウンター2ボール、ここは歩かせます。矢田マウンドを降りまして、伊藤サヨナラのピンチで登板です。左バッターボックスが2番栗山、最悪でも犠牲フライが欲しいところ、井口ジャン、二遊間ライナー破っていった、ライオンズサヨナラ勝ち、ライオンズ勝ちました。本日のヒーローは栗山、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように5対4ライオンズサヨナラ勝ちで試合を決めています。勝利投手はゴンザレス、敗戦投手は矢蓋、実況担当は堂前秀夫で西武ドームからお伝えしました。